サマルカンドにあるマートリーディビョー・アブーマンスール。マートリーディは、9から10世紀のサマルカンドで活躍した、イスラーム教スンニー派、ハナフィー法学派の法学者、神学者、聖典解釈学者。マートリーディの教えを受けた弟子たちが後に、スンニー派神学の政党とされる、マートリーディ派を形成した。の神学は、中央アジアのハナフィー法学派の人々の間に、 浸透し、後のイスラーム教を報じる二大帝国、オスマン帝国と、ムガル帝国においても、他派を圧倒する地位を得た。同時代のスンニー派神学者で同じく正統派か、ラームの一派を形成したアシュアリーと比較すると、対照的に、マートリーディは、アブーハニーファの教えに忠実であった。マートリーディが受け継いだアブーハニーファの思想は、 バルフやマーワラアンナフルの裏側により伝えられ、また、聖地化されたものであって、マートリーディはそれを体系化した。マートリーディの進学は、ムアタズイラ派や、カルマト派といったイスラーム教系文化のみならず、カルケドン公会議を授与する、カルケドン派キリスト教、非、カルケドン系の愛称論、マルキオン派バルダイサーン派キリスト教、あるいは、マニ教の神学者との論争において、 よく主張された。クンヤと、イスムは、アブーマンスールムハンマドブンムハンマドブンマフムード。ニスバは、マートリーディの他には、サマルカンディや、ハナフィがある。マートリーディのニスバは、サマルカンドの近くにある土地の名前に由来する。マートリーディは、サマルカンドの近くにあるマートリードという名の村あるいは、地区で生まれた。マートリーディの一族は、 マディーノのアブーアイユーブアンサーリーという共有の子孫とされる。この説は大征服の時代に同じくサマルカンドに入植した他のアラブ人の子孫の系図により確証があるとされる。マートリーディの生涯についてわかっていることは比較的少ない。その理由は利用できる情報源が電気というよりむしろマートリーディの人となりを示す細切れのエピソードの束になっているからである。 とはいえ、マートリーディが一度も公的なポストを得たことがなく、弟子たちの数もわずかで、純然たる学者の一生を送ったことは確かである。マートリーディには、ブハラを都としたサーマーン長との関わりを示す、資料もない。マートリーディが教えを受けた二人の師匠の名前は、伝わっており、アブーバクルジューズ・ジャーニーと、アブーナスル・イヤーディという。二人とも、 マートリーディの進学感の形成に大きな影響を与えた。現代ではマートリーディがスーフィーの一人として認識されることはあまりない。しかし、10世紀頃の中央アジアの人々にとって進学は神秘思想と区別して捉えられるようなものではなく、ブラマーは同時にスーフィーでもあった。複数の資料がマートリーディは禁欲的な一生を送ったとし、 彼が起こしたとされる奇跡をいくつも記録している。少なくとも、マートリーディが、当地のスーフィーたちと何らかの関わりがあった可能性は、ある。マートリーディは、信仰を内面的によくと定義する。そして信仰は、声に出して宣言されねばならないとする。マートリーディによると、なされたことは信仰の一部分を構成せず、信仰が物質的に増減することはない。ただし、 信仰の念を新たにすることや繰り返し心に抱くことで信仰が深まるという。聖天クルアーン中には、擬人的な表現が出現するが、これに関しては、象徴的な解釈を支持する。その一方で、ムワタズイラ派がこの方法でたどり着いた解釈の多くを拒絶する。そして、伝承学において培われた、ビラケイフと呼ばれる。 掲示テクストを掲示されたそのまま疑念を持たずに読むという方法論を報じる。ムアタズイラ派が問題にした神の属性に関する議論では永遠実在が神の本質としてムアタズイラ派に反駁する。マートリーディとアジュアリーの進学における最も大きな相違点はマートリーディが主々の属性のうち最も本質的な属性を永遠であると 同知的に存在し続けることと考える点にある。マートリーディによると、たとえ非造物たる世界の存在が一時的であるとしても、神が永遠に創造者であり続けることと、神が永遠から創造し続けてきたこととは、当下の正当性を持つ。さらにマートリーディは、神の原始への無あたずいら派による批判に対して、スーフィーの原始体系を堅語に擁護する。その一方で、 神を目視可能化という思考実験においては、これを傲慢な行為であるとして、終始一貫不可能であるとする。マートリーディが故郷の町で生まれ育った時代には、イスラーム教の中でも、いち早く神学的議論を推し進め、教義を整備したムアタズイラ派、カルマト派、シーア派に対する反動が、神徒全体の多数派の中で生じていた。この時代に多数派の観点から、 イスラーム教の教義を明らかにした学者が3人おり、そのうちの1人がサマルカンドのマートリーディである。残る2人はイラクのアシュアリーとエジプトのターハーウィである。彼らにはアブーハニーファが大まかに示した教義を聖地化していくという共通項がある。このうちアシュアリーは人間の運命や意志や行動が神により作られていると主張する。アシュアリーの説はカダル派を形成し、 後に、ガザーリーの進学へと統合される。マートリーディも、同じく、人間は、行為する能力と意志をグビしているけれども、神こそが、人間の行為を想像しているという考えを示した。アシュアリーとマートリーディは、よく似た主張をしているが、神の属性に関する問題では異なる。ハナフィー法学派とマートリーディ進学派の組み合わせは、 ペルシア系やトルコ系の王朝が公認する教説になり、アジアの広い地域に広まった。マートリーディは人間論的世界一環や、イラン系宗教について、膨大な知識を持ち、それらに論爆した。マートリーディの論爆を集めた、唯一性の書は、現代では、マニ教やブラーフマ教、イブン・ラー・ワンディや、アブー・イーサー・ワ・ラーク、ムハンマド・ブン・シャビーブ・バスリーといった、 イタの落印を押された思想家に関する豊富な情報源になっている。中世の一時期にはすべての異教とイタに対する故郷論者の筆頭にアシュアリーを置き、マートリーディを過小評価する傾向があった。ただしこれはマーワラアンナフルには当てはまらず、またその後マートリーディの教説は次第に広まるとともに様々な裏マーによって理論が聖地化されていった。 15世紀には、サマルカンドのジャーカルディーザ墓地に霊病が立ち、全近代を通して、そこを参詣する者が後を絶たなかった。アブームインナサフィーは、マーティリーディの霊的恵みは、計り知れないほど多大であり、神は彼一人に、奇跡、温長・信助、導きを与えたモータと述べている。しかし、進学上の諸問題に対して理性に基づいた、 アプローチをすることを嫌をする現代のサラフィー主義者やワッハーブ主義者は、スンニー派内に蓄積されたマートリーディの遺産に対して極めて批判的であり、異端的とまでみなしている。このような敵対視はスンニー派思想が歴史的に合意してきたこととコンフリクトを生じさせると指摘されている。正当的スンニー派思想の主流は、マートリーディとアジュアリーの格闘を継承した。 者たちによって構成されている。マートリーディとアシュアリーを支持する者から見れば、サラフィー主義者とアフハーブ主義者は、神学的伝統の主流から分かれ出た、小規模文化である。なお、マートリーディ派神学とアシュアリー派神学の相違点は、両派の学者たち自身が小さな相違であり、表面的な違いに過ぎないと考えている。そのため、スニー派思想の伝統において、 両神学派は等しく正当派である。20世紀にイスラーム関係書籍の出版を手掛けた人物ムニール、アブドゥフアーガー・ムーニアアブダ・アーガーは、アシュアリー派とマートリーディ派の間に、競技場の相違は、ほとんどなく、それゆえ両派は、スンナとジャマーの民と呼ばれるのであると述べた。ありがとうございます。